ティルネシュ・ディババは、エチオピアの陸上競技選手。5000メートルの元世界記録保持者。ディババは、オリンピックで2個の金メダルを獲得しているデラルツ、ツルのいとこであり、姉のエジェガイフ・ディババも、アテネオリンピックの1万メートルの銀メダリスト、妹のゲンゼベ・ディババも、陸上選手である。北京オリンピック1万メートル銀メダリストのシレシ・シヒネが夫である。愛称は、ティル。 なお、名前は、ティルネシュが、本人の名前で、ディババは、いわゆる、生ではなく父親の名前である。そのため、本人を特定するという意味では、ティルネシュと略するのが正しいが、日本のマスメディアでは、ディババを、ファミリーネームのように扱って、略称とすることが、一般的のため、以下の文中もそれに従う。ディババは14歳で陸上をはじめ、 15歳で2001年の世界クロスカントリーに出場し、ジュニアで5位となった。2003年14分39秒94、2004年十4分30秒88のジュニア世界記録をマークした。同年の世界陸上5000メートルで、スプリント勝負で、マルタ・ドミンゲスト・エディス・マサイにセリー勝ち金メダルを獲得。大会史上最年少での個人種目金メダリストとなった。 2004年アテネオリンピック5000メートルで先輩のメセルトデファーとイザベラを父に敗れたが、銅メダルを獲得。19歳での五輪メダル獲得は、エチオピアの選手としては最年少だった。2005年、世界クロスカントリー選手権の女子での1998年のソニア・オサリバン以来となるシニア・ロング・ショートの二冠を達成。同年、5キロメートルロードで、 ポーララドクリフが保持していた世界最高記録に並ぶ14分51秒をマーク。同年の世界陸上5000メートルにおいては猛烈な末足である先輩のベルハネアデレと姉のエジェガイフを下している。また、1万メートルにおいても金メダルを獲得。世界陸上の5000メートル、1万メートルの両方で優勝した選手は男女を通じて彼女が初めてとなった。 2007年、アメリカ・ボストンで開催されたリーボック・ボストン室内5000メートルで、自身が樹立した記録を5秒以上短縮する14分27秒42の室内世界新で優勝。同年の世界陸上1万メートルは払いを、伴った上に靴が脱げた選手に巻き込まれたことも、原因で一時は、集団から一人を大きく引き離された。しかし、終盤に集団に追いつき、 最終的にラスト一周のスパートで2連覇を果たした。驚異的なラストスパートと勝負を諦めない、粘り強さもレースとなった。一方で上記の腹板が原因で5000メートルは欠場し、3連覇並びに2大会連続の長距離種目2冠はならなかった。2008年6月6日、オスロ GL5000 メートルで14分11秒15の世界記録を達成した。 ディバガの走りの特徴は、ファイナルラップまで先頭に出ないことやラストの400メートルのスプリントの強さが挙げられる。2005年世界陸上の1万メートルのラスト400メートルは58秒33を記録している。2008年北京オリンピックの1万メートルでは、速いラップでエルバン・アベーレ・レゲッセとレースを引っ張り、終盤はこの二人の一騎打ちとなったが、 ラスト一周のスパートでアベーレゲッセを振り切り、オーブン・カスミ以来2人目となる29分台のオリンピック新記録で金メダルを取った。世界記録を持つ5000メートルも15分41秒40で制し、長距離種目の2巻を獲得した。2008年10月、北京オリンピック男子1万メートル銀メダリストのシレシヒネとの結婚式を開く。 結婚後もレース出場回数を落としているが、競技生活を続け、2012年ロンドンオリンピックの5000メートルでは、3大会連続のメダルとなる、銅メダルを獲得し、1万メートルでは、大会2連覇となる金メダルを獲得している。2013年、モスクワ世界陸上の1万メートルでは、新谷瞳のペースに、他の選手とついていき、 ラスト一周の猛烈なスパートで2007年以来となる3回目の優勝を果たした。2016年産後に臨んだリオオリンピック1万メートルでは途中から世界新記録を達成することになるアルマズ、アヤナに引き離されるも自己ベスト世界歴代4位のタイムで走破し、銅メダルを獲得した。ありがとうございます。